ワールドエクスプレス。このコーナーは生まれてくるすべての命が守り育まれる地域文化づくりを目指して NPO 法人未来フォスターリエゾン国際機構の提供でお送りします。おはようございます。片庭恵子です。おはようございます。ギャドソン愛子です。夏の足音がだいぶ聞こえてきましたね。あったかくなりましたね。もう本当春があっという間に過ぎてもう夏って感じですよね。本当ですね。今年はお花もすごい早いですね、うんうんうん、日の花とかツツジがもう4月からあったりして早いなっていう印象があります、ね、なんかやっぱりこの暖かい季節は季節ですごいいいですよね。ね、本当ですね、うん、はい、それではですね、今回から NPO 法人もちょっと新年度ちょっと趣向を変えまして日本の子育て環境について一緒に学んでいくコーナーをシリーズ化していきたいと思っています。今回は勉強シリーズの第1弾としまして子ども基本法が今月施行されたんですけれどもこの子ども基本法というものについてお勉強していきたいと思います。はい、まずですね概要ですね、愛ちゃんの方からちょっと説明してもらってもいいですか。はい、子ども基本法すごいシンプルなお名前なんですけれども、うん、まず何を目的にした法律かというとこれこのままですね子ども家庭庁が出しているパンフレット参考にそのまま読ませていただくと子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法と書かれてます。はい、この基本法では子どもに関するさまざまな取り組みのことを子ども施策と呼んでいるそうで、うん、なので、うん、子どもに関するさまざまな取り組みを今後は国や都道府県や市町村がこの基本法の内容に沿って取り組みを進めていくことになるそうです。そうなんですね。日本には今までなかった法律ということなんですか。そうなんです。この法律のその元になっているものが日本国憲法とその児童の権利に関する条約の精神にのっとって作られた法律で概要としては全ての子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指してさっきお伝えした施策、うん、いろんな取り組みを総合的に推進していくというものなんですけども日本国憲法とこの権利に関する条約の精神にのっとりっていうところがすごくキーポイントになっていまして、うんうんうん、日本国憲法はまだ私たち馴染みがあると思うんですけれども、はいはい、もう児童の権利に関する条約って私恥ずかしながらあまり分かっていなかったんですけども、うんうん、この条約っていうのが子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められている条約で日本を含めて世界だと196カ国の国や地域で締約している世界的な条約なんですね。内容としては18歳未満の子どもを子ども自体が権利を持つ主体として位置づけて大人と同様に一人の人間としての人権を認めて成長の上で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利なんかも定めている条約なんですがこれ実は結構前に採択されていて1989年に国連で採択されて日本でももう94年に批准されて正式に同意をされている条約なので実は30年くらい経っているものなんですね。ただあまり教育現場の中でもそこまで浸透していないと言われることもあります。なのでこの子ども基本法ができた時にですね結構この30年越しに実現した待望の法律だと紹介されることもこの条約にのっとったものの基本法なんですけれども条約ができてからその同じ内容を受け継ぐような基本法が日本にはなかったんですね。もともと日本って教育基本法だとか児童虐待防止法だとか、はい、子どもの貧困対策推進法、あとよく聞くのは少年法だとか、はい、いろんな子どもに関する法律っていうのは存在してるんですけれどもこの国際条約のように子どもがもう権利を持つ主体として位置づけて子どもの権利を総合的包括的に保障するような法律っていうのはないっていうような指摘が実はこの条約が日本でも批准された以降
上がったりしていたようです。とってもシンプルな子ども基本法っていうすごくシンプルな名前も、うんうん、やっぱりこの子どもに関する国の基本方針とか原則を示すとっても大事な法律だということが分かりました。子どもに対する制度みたいなものって多分日本いっぱいあったと思うんですよね。子どもを守っていくという、まあ、それをもう包括的に法律としてこれから定めて子どもの権利だったり、まあ、教育とか健康とか全てをこう守っていこうっていうための方向性で定められたものっていうことなんですね。そうなんですね、なんでやはり基本法ということで、そうですね、その辺の大事な基本方針原則をこの方向性を示してくれるものなんで、うんうんうん、私たち の NPO の活動にもとっても影響があるかなと、意識していきたい基本法だなと思います。本当にそうですね。その基本の理念っていうものを少し紹介してもらってもいいですか。はい、この子ども基本法っては6つの基本理念がありまして、ちょっと一機会なので1つずつ読ませていただきます。はい、1つ目、すべての子どもが大切にされ、基本的な人権から守られ差別されないこと、うん、はい、で2つ目、すべての子どもが大事に育てられ、生活が守られ、愛され、うん、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること、うん、はい、3つ目、すべての子どもが年齢や成長の程度に合わせて自分に直接関係することに意見を言えたり、さまざまな活動に参加できること、うん、はい、4つ目、すべての子どもの意見が年齢や成長の程度に合わせて大事にされ、子どもの今とこれからにとって最も良いことが優先して考えられること、うん、はい、ここ私この3つ目と4つ目がすごく印象的だなと思ったので、1つ目2つ目 その大事に育てられるとかね、子どもをもちろん大事に見守るっていうのは、ね、日常的に結構子育てなんかをしてると意識することかなと思うんですけれども、うんうんうん、この3つ目で子どもがちゃんと意見を言えるようにっていうところと、あと、基本理念の中に4つ目に聞く側の姿勢っていうことも入ってるっていうのがすごく、3つ目4つ目私ここすごく印象的に感じるんで、ここに続いてあと5つ目6つ目ですね。5つ目が子育てをしている家庭のサポートが十分に行われること、うん、で育つのが難しい子どもに家庭と同じような環境が用意されること、はい、今度目線がまた子供だけじゃなくってその家庭のところにも少し目がなっていうところと、最後6つ目、家庭や子育てに夢を持ち喜びを感じられる社会を作ることということで、ここもすごく印象的で、子供と子育てをしている人だけではなくって、これから子育てをするかもしれない、少し関心があるかもしれない人たちにも目を向けているっていうところで、すごく対象も広い、基本理念にもすごく対象が広く含まれているんだなっていうことを感じますね。そうですね、そういった社会を作ることっていう、そこもまた私たちのスローガンにもそういう地域文化づくりっていうことを挙げてますが、はい、うん、やっぱり子育てって環境とか社会地域っていうのすごい大事だと思うので、そこも触れられてるっていうのは全て包括的に考えられている理念だなって感じました。本当ですよね、うん、でちなみにやはりさっき、ご紹介した国際条約 の日本国憲法と国際条約の精神にのっとって作られている基本法なので、ちょっと参考に先ほどの条約の4つの原則がありますので、こちらも合わせてご紹介させてください、はい、原則1つ目、生命生存及び発達に対する権利、ちょっと難しい言い方だったんですけども、説明がついてまして、命を守られ成長できること、はい、そして2つ目、うんうんうん、子どもの最善の利益、括弧子どもにとって最も良いこと、うん、3つ目、子どもの意見の尊重、うん、意見を表明し参加できること、4つ目、差別の禁止、括弧差別のなと、はい、やっぱり先ほどの6つの基本理念に通ずるなっていうところが、そうですね、でこれやっぱり特に基本理念この4つの原則
を聞いてですね、これから私たちの活動にもなんとかこう生かしていきたいな、常にこう活動をするときに念頭に置きたいなっていうような原則や基本理念でしたね、うんうんうん、そうでしたね。本当にこの理念をもとに私たちも活動をこう考えていきたいなって思いましたね。本当ですね。なんかみんながきっと思ってることではあるんだと思うんですけど、これが法律になったよっていうところがとっても大きな出来事だなって思いますよね。確かにそうですよね。このそれぞれのいろんな制度、子どもを守るために活動している団体だったり、そういった方がいらっしゃいますけれども、その方たちもやっぱりこうやって法律で定められたっていうことで、はい、理念を守られながらちゃんと活動ができるような、うん、そういう団体にとっても良い方向に向けばいいなって思います。そうですね、うん、基本理念を条約の原則とちょっと照らし合わせたりしたんですけれども、違うところっていうのもありまして、誰を対象にしてるかって、子どもっていうのは誰を指すかっていうところが条約上基本法で使っているところがすごく面白くて、うん、権利条約では子どもをさっきちょっと原則に出てきたんですけども、18歳未満の人を指してるのに対して、うん、子ども法では18歳20歳といった年齢で必要なサポートが途切れないように心の成長段階にある人を子ども基本法では子どもとしていますよっていうことが書かれていました。あ、なるほど。よく児童養護施設ですと18歳問題がね、前は起きていますけれども、そういったところもきっと含んでいるのか、さらに最近だとその18歳成人っていうのがなってきたんで、特に逆に基本法では年齢で定めないっていうところが面白いなと、でこの子どもたちに意見をきちんと発言をできる場をということで基本理念の中に入ってるんですけれども、子どもたちはどう意見を伝えることができるようになるのかっていうのもいくつか案を出していて、これからインターネットを使ったアンケートですとか、あと行政の職員が直接子どもたちに会って意見を聞く取り組みっていうのも広げていくと、よくパブリックコメントの募集なんかがありますけれども、子どもや若者を対象としたパブリックコメントの募集なんかも今後は進めていくようです。子どもに関する取り組みの取り組み方っていうのも少しずつ変わるきっかけになりそうだなって思いますね。そうですね、大人が主導ではなく子どもが主役になって意見を言って変えていく、変わっていくとか作っていくような取り組みが増えそうな期待感が持てますね。そうですね、子ども家庭庁が例として子ども施策、子どもに関するその取り組みの例としていくつか挙げてたものがありまして、例えば子どもの居場所づくりやいじめ対策の他に、その働きながら子育てしやすい環境づくりとか、その子育て世代に対しての相談窓口の設置なんかも挙げていたんですけれども、逆に子育てする親たちへのサポートに関しても、逆に子どもや若者からの意見を取り入れてその子育てサポートをしていくとか、本当実態に合ったサポートにより近づいていくんじゃないかなっていうふうに期待が持てますね。そうですね、実態に合ったサポート、うん、まさにそうですよね。はい、ありがとうございます。今日は愛ちゃん、いろいろ新しい法律のことを調べてまとめてくれてありがとうございました。はい、とてもなんか法律って言われるととても難しいような、ちょっとね、内容って難しいんじゃないかなとか思ってしまうと、こうやって噛み砕いて説明してもらったので、すごく分かりやすい回でした。ありがとうございます。このコーナーでは、このように日本の子育て環境、そして国外の子育て環境も含めて、これからも発信していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ワールドエクスプレスのコーナーでした。